今ね、ちょっと急遽取ってるんですけど、ちょっとずっと攻撃されてるんですよね。強い人がいて、でもこのビクトリーっていうのは相手が勝ったってことですね。攻めた方のこの表示がちょっとね紛らわしいんですけど、自分たちが勝ったわけじゃないんですよね。城の前ね、昨日の夜もそうだったんだけど、今ちょっと強い人にずっと自分の城も焼かれて、これ今ちょっとあれどこ行った、あーあったあった、私の領地ね。ここ一応今バリア張ってるんだけど、このコンピューターのお城の2マスかなんかはね張れないんですよ。そのガードバリアみたいな張れないんで燃やされる。でちょっとでも戦力の差があったらもう負けちゃって、もう負けたら、例えばこっちが3万で相手が3万1000で戦って、でも大敗しちゃうんですよ。なんかこれから調整入るのかもしれないですけど、まあ、今やられてる攻撃してる人はめちゃくちゃ強いんだけど、まあ、こうなっちゃうんですね。攻めてる方が左ね、で自分たちが一応防衛も入れて数は多いじゃないですか、変な数でも惨敗ですね。こっちの方はもうこういう風になっちゃってる。だからちょっとね調整入れてくれないと、城って一応防衛するための兵器もあるわけですよ、いろいろ。それでもあっという間に同じ城って、だいたい城攻めって兵何倍も必要なんです本来は。でも あっけなく落ちちゃったら面白くないと思うんですけどね。なんかここら辺ちょっと調整してほしいなと思いますね。それから戦い方はね、あ、飛ばされたみたい、ここにいた人。戦い方は自分の城を、あ、なんだろう、攻撃する人たちがここら辺、例えば自分たちの同盟員全部やられてるんだけど、近くに飛ばして、飛ばせるんですよ、アイテムがあってね、こういうの使って。で一気に飛ばしてベタ付けしてもう攻撃するみたいな感じになってますね。ちょっとそこら辺は物単純というか物足りないかもしれない、やってることが。オレツエーができます、このゲーム。ちょっとねそれちょっと厳しいかなって感じ、ちょっとこう大味すぎる感じはしますね。それとね、属性が動画で何回かちょっと自分間違ってたんですよ。水に強い属性は土なんですよ。土は水だから、この属性も考えてデッキ組まないと、多分水が一番作りやすいんですよね。例えばVIP で買えるのもマーリンっていうのは買えるんですよ。それが水なんです。 VIP っていうのはここで買えるんですけど、それがねマーリン買えるんですよ。ここでこれいくらか忘れたけど、次が610円。ずっとマーリンだったらこう星のランクを上げれて、それがね属性が水で、水に強いのが土だから、昨日の夜来てた人はそんなに強くないんだけど、土で組んでたんですよ。土でデッキ組んでて、ドラゴンも土を上げてたんですよね。そしたら結構水で作ってる人が多いから、土で来られて、例えば同じ3万と3万でも惨敗しちゃいますね、水の方が。それで半分ぐらい、城の周りに来たった同盟員の方半分ぐらい焼かれちゃいましたね。ここのサーバーの青の同盟の中で言うと、自分たちの同盟2番目ぐらいなんですけど、それでも何もできない。ここら辺はちょっと、運営さんもちょっと考えて調整入れてくれないと、これはちょっとゲーム始まったばっか、まあ、このゲーム自体は去年からあるらしいんですけど、日本にリリースしたのは、今年じゃないですか。ね、だからちょっとね、みんな萎えちゃうかもしれないので、ちょっと調整した方がいいと思う。城はそんなにあっけなく落ちちゃダメだと思うし、うん。ちょっと属性のこの有利不利もちょっとやりすぎのような気がしますね。どういう風になってるのかわかんないけども、全然でしたね。ということで、例えばVIP でマーリンとか買えるけど、買わずに、デッキを作るんだったら、雷でデッキを作るのをおすすめします。わかんないです。今で動画撮ってる時点では、雷おすすめ。多分、読んで土でデッキを組む人が多いと思うので、普通はわかんないから、あ、マーリン変えるね、で水で組むじゃないですか。水のが作りやすいからね。で、義経とかも結構出やすいんですよ。で、水で組む。で、アティラとかも、課金のアイテムで、いろいろ失敗しちゃったんですけどね。アティラも、まあ、ちょっと買ってるんですけど、
ココにあったんですよね。で、最初に召喚できるんですよ。この中の、4つ、4体いて、どれか1体ココで、宝珠。この宝珠ってやつを20個使って、1体は召喚できるようになってて、残りのかけらはココで、毎日買っていけば、これを買っていけば、交換できるようになってるんだけど、僕自分アッティラにしちゃったんで、水でしょ、これが。水なんですよね。他ので、組んだ方がいいと思う。雷がいいような気がするんですけどね。あ、これ風か。雷どこ行ったっけ。あ、エルシットだったね。雷でデッキ組んだ方がいいような気がする。土で組む人がいると思う。で、雷は土に強く。で、風が雷に強いんだけど、風でデッキ作る人はいるかな、最初の段階で。って思うんで、雷の方がいいような気がします。うん、やっぱり始めたら多分すぐ水で作る人が多いと思う。ドラゴンも、最初ね、水のドラゴンくれるんですよ。ドラゴンはこの順番でしたかね。水、風、土、雷、火かな。で、こことここは、VIP だから、光とかちょっと、ある程度課金しないと手に入んないんで厳しいかな。で、こっちは VIP 特権かな。これ闇。ここら辺もちょっと後にして、で、雷が4番目なので、雷の方がいいような気がする。デッキはこの上の3つで組む、あ、でも風で組む人がいるかもしれないか。2番目だからね。風で組まれたら雷やばいんですしね。衣川の難しいけど、本当は光とかで組んだ方がいいと思うんですよね。光とか闇とか最後の方じゃないと手に入んないんで。で、多分これだったら、有利不利がないんで、他の闇以外だったらね。めちゃくちゃ課金する人は闇ですかね。闇は上記すべての属性に対して有利って書いてて、で、その闇に対して強いのは光。これってもう博打じゃないですか。闇持ってる人は少ないと思うんですよね。本当に課金してる人じゃないと序盤で。で、光をわざわざ作っちゃっても。まあまあ、光使ったら、あれがないからね。有利不利がないからいっか、って感じはしますけど。昨日の夜の感じだったら結構この属性の、まあ、有利不利、結構その、ダメージ食らったんで、どれぐらい反映されてるか、パーセンテージとか出てないでわかんないんですけど、かなりあるんじゃないかなと思うんですよね、この、水は火に強いとかいうのは、水と火が戦ったら、同じぐらいだったらもう多分水が圧勝するんだと思うんですよね。そういう風に設定されてるし、同じ兵数で戦っても城落とされちゃうんで、ちょっと厳しいですね。もうバリア張るしかない。しかもバリアは、このコンピューターのお城があって、ここに、このお城があって、その二マスはね、バリア張れないんですよ、二マスは。外れたところじゃないと。だから、この、あ、今来られてるけど、この2マスの中に強い人に入ってもらって、なるべく強い人にこのコンピューターの城の2マス以内に入ってもらって、外枠はそうでもない人で、攻められたらこうやってバリア張るっていうじゃないともう防げないですね。か、もう、そこ諦めてどっか逃げていくしかない。もうちょっとね、たった1人に全部やられちゃう。そういう風な設計になってる。ちょっとここは、見直してほしいと思いますね。まあ、これは強い人が来て、対抗する方法は課金するしかないんで、ちょっと微課金とか、まあ、無課金、もしくはそこまで課金したくないよっていう、これ多分、もうこの段階で10万ぐらいの戦力持ってるんですよね。1部隊の。自分はまあ2万ちょっとぐらいだったっけ。2万2000ぐらいでしょ。自分はもう普通に微課金ですよね。あんまり課金してない方だけど。で、多分相当課金してると思うんですよ、ここまで。そしたら対抗するのは課金しかないんですよね。いやもうそれすると多分逃げちゃうような気がする。課金して強くなるのはいいんだけど、ここまでもう手も足も出ない、何もできませんなっちゃうと。しかもその陣営の2番目の同盟で、たった1人に、全員蹂躙されちゃってやられますになっちゃうとちょっと厳しいかもしれない。ここはちょっと見直しですね。運営さん頑張ってちょっと見直してほしいと思います。ただですね、こういうゲームって最後の方になれば、ずっと長く遊んでると最終的にみんな同じぐらいの強さになるんですよ。廃課金であろうが、
その美課金であろうが、例えば無課金だっても、日数長く遊んでると追いついてきます。あのスタートダッシュですごく先の方に行っても、このレベルの上限値があって、あのこの A レってレベルがね100まであるらしいんですよ。100だと思うんですよ、レベルの上限が。だからそれ以上上がんないわけだから、いつか追いつくんで、いつかね、長い期間かかっていつか追いついて、しかもそのさっきの、3すくみじゃないけど、この有利不利でデッキも最終的に4つ組めるのかな。そしたらこういう属性でいろいろデッキ組むじゃないですか。いろんなパターンのデッキ組んで、で相手が攻めてきたのに合わせてそのデッキで守るっていう風になると思うんだけど、これ前半の段階でめちゃくちゃ課金する人がいたら手も足も出ないんで、これはちょっと攻めて同数で戦った時はある程度相手にもダメージが出るようにしてくんないと、補正入れてくんないと厳しいような気がする。あと城はちょっと固くしてほしいですね。城の守りは圧倒的な数で守ってても負けちゃうんですよ。相手の城を逆のパターンでいくと、昨日の夜は相手の戦力4万ぐらいで、こっちはね、こっちも4万ぐらいの人がいて、こっちは5倍の兵で攻めたのに負けちゃったんですよね。だからみんなちょっとえーってなっちゃったんで、そこら辺もちょっとこれは属性だと、相手は土で組んでて、こっち水でデッキで行ったんだと思うんですよね。そこら辺もちょっと見直してほしいと思いますね。昨日今日あたりちょっとね、同盟のチャットの雰囲気で言うとあんま良くないので、ちょっとこうなんだろう、やめるっていうか、もうゲームやめますっていう人が出てくる可能性があるので、ちょっとしばらく様子見、まあ自分はぼちぼち課金はしますけど、様子見ですね。ずーっと行って戦闘がどうなるかをちょっと見たい。それと個々のサーバーが今ね、緑が結局その赤の方が圧倒的に数多かったんだけど、その緑にすごい強い人が何人かいるんですよ。今自分の一部隊の戦力は自分が今 22,600 ぐらいだけど、10万ぐらいの人が何人か緑にいて、青は一人しかいないんですよね。で、赤はそこからちょっと落ちるんですよ、ワンランクで。今まで赤がずっと取ってたんだけど、今緑がいろんなところ、その赤の領土、ここも今どこか攻めてるみたい。どこだろうね。あ、これはまだだ。誰もやってないけど、こういうところ城取るときにこの飛んでくるんですよ、こういうところに一気に。で、移動することもできるんですよね。移転するときにこっちと、これはちょっとダメですね、300キロまでなんで、こっちとこっち、こっちは課金だったらすぐ飛んでこれるけど、これは300キロだったら移動でそこに城を、それやったら無課金でできるんで、まあ最終的に今の感じで言うと緑がこの個々の今のサーバーは勝ちそうな気がしますね。で、その後わかんないけど、今その準備段階、予備シーズンでテストシーズンになってこう行くんですけど、で、まあ予備段階、次はテスト終わったら、今度サーバーがこうやって分かれてるじゃないですか。自分たちは今これなのかな、136っていうところにいるのかな。これがちょっとよくわからん、どういうことなんだろうね。あ、もう統一しちゃったってことかな。あ、こうなってんだ。すごい、もう終わりそうじゃん。戦力はね、青がもうダメだったな。こうなるんだね。ここでも空白になってるね。今見たのはこれですね。あ、緑が勢力値で言うと、これ城の数でポイントなんですよね。やっぱ青がダメなんだね。どこも青が勝ってるところとかないのかな。あ、こっちは赤だ。順番、なるほど。こっからできたんだろう。129からできて、自分たちはここだから。ね、まだ勢力値低いの。ほら、緑が。これが出てるってことは。あー、なるほど。これか。正常っていうのがあるんだね。これか。あー、ここも取っちゃってるってことか。なるほど、この真ん中のセントラル取っちゃってるんだ。それが緑なんだ。なるほど。で、ここの領地を取るために周りのやつも取らないといけないってことかな。この5つぐらいあるやつ。そしたらこの色が緑になるのかな。
なるほどね。結構ね、自分好きなんですけどね、この戦争、野外での戦争がちょっとんっていうところがありますね。それ以外は特に育成も結構好きだし、絵も好きなんですよね、グラフィック。雷金と似てるけど、こっちの方が絵はかなり、ただ戦闘は雷金の方が僕はちょっと不満はあるんだけど、雷金の方がいいのかもしれない。戦闘システムはこっちはちょっと厳しい。でも雷金もたった一人にやられてましたからね。強い人が前半いて、その人に蹂躙されてたんで、でもこれはちょっときついなと思いますね。それとね、時空の移動ちょっとハマってます。これね、今5の6ちょっといけない。ちょっと育成が足りない。今28000、自分今22000ぐらいしかないんですよね。本当はね、マーリンをこの動画で課金して強くしてと思ったけど、ちょっとね、気持ち的にちょっと萎えちゃった。マーリンが水だから、土のデッキで、そこそこの人ちょっと考えたら土のデッキで組みますよね。で、土デッキで組まれたら歯が立たないんで、同じくらいの、こっちの方が仮に相手より強くても負けちゃうんで、相性で。これ課金してもダメじゃねっていう風になってますね。ということで、マーリンを課金するのはちょっとやめて、ちょっと今のシステムだとちょっと自分途中で心が萎えそうなので、マーリンに変えて、同じ水でヘレネっているんですけど、こっちと変えようと思います。で、ちょっと今からね、まず武器外しますね。外さないといけないのめんどくさいんですよね、いろいろ。それとこれ防衛するときにちゃんと城に駐屯してないと守ったことになんないんですよ。空の状態、ここの城に部隊3人いても1人しか駐屯できないんですよね。で、まあ一番強いので守るじゃないですか。その駐屯っていうのを選ばないと守ってないことになるんで、自分より弱い人に城焼かれちゃいます。だから必ず一人は残しといて、今だったら自分 3部隊いるけど、ここで、駐屯ってあるんで、駐屯選んで、部隊一つ選んで、セットなんですよ。これしとかないと守ったことにならない。あと4つは同じドーメインの方の支援ですね。で、これは、画面の外でも自分の城をタップして、駐屯っていうのがあるんで、それでも選べるんですけど、これしとかないと守ったことになってないですね。これ、錬金工房で、そうか、デッキから外してないからね。デッキからまず外して、錬金工房を選ぶじゃないですか。ちょっとデッキに入れてたんでダメだったんですけど、これで選ぶと、で、クールタイムが6時間あるんだけど、これ戻ってくるんですよね。例えばこの、ランクっていう画面の右上の方に、星のランクとは別に、その、英霊のランクみたいなのがあるんです。それを上げると兵の数が増えたりするんだけど、その時の素材とかが戻って、全部戻ってきてるかどうかはちょっとわかんないけど、結構戻ってきてて、これで一気にヘレネを上げちゃおうと、思います。で、これは消えたわけじゃないんですよね。レベル1になって、サラの状態になって、下の方にどっかいると思う。これ、この状態になって。かけらもちゃんとあります。ちょっと、心が泣いちゃったので、で、まずデッキに入れて、ここに、まずこっち外さないといけないのかな。ヘレネを、これはね、スキルも1個覚えてるんですけど、ね、私の美しい外見しか見ないよ。ここですね。一応全部2個目のスキルは持ってることになってる。ただこれだとちょっと弱いので、武器もちょっと変えましょうかね。さっき青が出ないんですね、杖が。他のはね、青が出たけどね。 HR ってやつですね、このゲームだと。で、一気にこのレベルも上げちゃいましょう。もう25ぐらいまで持っていけるんじゃないかな。まだあるよね。で、いくつ使う？いい。25、OK。で、これ、ね、星も上げちゃおうかな。一応全部外したんで、これがないと、兵の数が変わってきます。
私にはよかったかな、死を痛み、ここの今4940、これちょっと増えると思うんですよね、上に上がれば。増えたかな。あ、変わってない。もうそれは終わったのか。増えるやつどっかないかな。あ、これだった。こういう風に、だから今まで、6段階上げてるんで、こういう風にプラス90とかなってるってことですね。で、これで、ちょっと時空の移動やります。戦力的には、ちょっと上がってますね。700ぐらい底上げされてるみたい。ただ、弱いですよね。レジェンドじゃない、SSR はいなくなっちゃったんで、本来は、マーリン入れて、アッティラ入れて、で、本当は組む予定だったんだけど、ちょっとね、昨日、今日とちょっと萎えちゃいました。ちょっと違う方向に今走ってます。いろいろ試してみようと思って。軸の移動。ちょっとやってみますかね。これでも5000ぐらい違います。あ、最初は画面右下、これね。自動じゃなくて手動でやった方がいいと思います、最初は。で、これで厳しかったら次、バフじゃない、スキル、あるんですけど、回復系のやつね。それをちょっと取得して持たせようかなと思ってます。ここで自動にした方がいいですね、こっから。このね、七に対して弱いらしいんですけど、画面の上の右の方に水とか土とか風とか木なんですけど、バラバラじゃないですか。これ5個ある方がこうやってバフもらえるんですよね。こっちはもらってないと思う。ないか、勝てるかも。やっぱマーリンが悪いわけじゃなくって、ヘレネに2個目のスキル持たせてるのがやっぱ大きいんだと思う。弱い。だってこのね、どう考えても SSR の方が強いはずなのに、こっちでクリアできちゃうんだから。よし。いけるとこまで行っちゃいましょうかね。この7。最後はちょっと厳しいと思うんですよね。最後は、城の攻城戦しないといけないんで。最初は手動。画面右下ね。今んとこいいですね。スキルも使わない方がいいような気がする。この4人時間かかるんだったらいいんですけどね、使っても。でここから自動、相手は火が2つ水2つだからバフがない。ドラゴンは、うわ、雷なんだ。勝てそう。なんかいろいろ考えて、いや SSR が強いからそれで組んだ方がいいよねとか思ってたんだけど、普通にこれでもいっちゃうんだね。最初の初期の頃に自分が SSR で組んでるデッキで、なんかこういう自分を攻めてきた人がこういうデッキだったんですよ。はっとか思ったけど、これが強かったんでしょうね、多分。最後か。これね、3回やんないといけないんですよね。勝てないかもしれないけど。まあ、やっちゃおう。はい。最初は手動。奥に城があるじゃないですか。あそこまでなんですね。今、画面の一番上、3分の1。これ倒して、2番目倒して、3番目があるんです。多分そこで負けると思う。3番目まで行ったとしても。あ、相手はこれまたバフないわ。いいね。あ、これちょっとやばい。ちょっと手こずりすぎてる、ここで。あとはこれはやばいよ。こっちもバフがない。あ、風なんだ。うわ、負けそう。まあしょうがないでしょうね。
前々回ぐらいだったかな、一時4の8でハマってたんで、ちょっと5の8で少し足踏みするんでしょうね。しょうがない、ちょっとレベル上げてちょっと強くしよう。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。